新潟市西区のギャラリー。忘れてた。え、あ、違う。娘の送迎が10時にあったのに。慌ただしく作品を並べていくのは、フラワーアレンジメント作家の角田郁子さんと、パステルアート作家の高島英子さんです。ありがとうね。よかった。5分前。よかった。できた。ほら、やっぱりなんか朝が8年。今回で8回目となった共同の作品展。今や息もぴったりの2人が出会ったきっかけが、2011年3月に発生した東日本大震災と福島第一原発事故。子どもたちの健康への影響を考え、角田さんは福島市から、高島さんは郡山市からそれぞれ新潟市に避難し、避難者同士の交流会で出会いました。アート作家という共通点から意気投合し、その後避難生活の不安を紛らわす意味も込めて始めたのが2人での作品展です。わけもなく涙が出たり落ち込んだりっていうことがすごく多くて、この間角田さんは夫が福島に残ったまま母子避難を続け、一方の高島さんは一緒に避難してきた夫が病気で他界、共に不安や苦労を抱えながらも毎年新たな作品を作り続けてきました。そして震災から11年、今年も作品展が始まりました。初日から早速2人の作品のファンが訪れています。今年も開かれた作品展、しかし本来開催の予定はありませんでした。巣立っていくタイミングで、まあ、それが、まあ、結局子供を育てることが目的でこっち来てるので、まあ、巣立ってしまえばあとは私一人だし戻ればいいよねっていう。進学や就職を迎え子供たちは独り立ち。角田さんは当初10年を区切りに夫が待つ福島に戻ることを考えていました。それでも家族と話し合った末決めたのは、まだ新潟に残るという選択でした。その理由は作品に。この作品展に毎年来てすごい応援してくれてくださるお客様が一緒に作ろうっていうことで、その方との合作みたいな。そうですね、私こんな根ざしちゃうし帰れません。新潟で想像していた以上に広がった人との縁、それは高島さんも。ちょうど飯舘村と交友関係にある国がラオスっていう国で、はい、そのイメージでお願いしますって言われて、はい、淡い色合いが特徴の高島さんのパステルアートの中で作風が異なる今年の新作、福島県飯舘村出身で新潟市に住む男性が売り上げの一部を村に寄付しようと企画したコーヒーに対し、去年共通の知人を介してパッケージデザインの依頼があり描いたものです。福島にこう寄せる思いがすごく同じ思いで、そこで重なってできた商品なんですけど、今までの、 あの作風と全然違うものができて、私も成長させていただいて10年経ってまたこうやって新しくつながりができていくっていうことにすごく嬉しい思い。2人のもとに集まる人たちも2人との縁を大切に受け止めています。毎年楽しみにしています。お顔を見てお互いに交流して元気をもらえたらなと思って、いつもこの空間に癒されてっていう時間を、その時間を楽しみに来ているので。今も震災の辛い記憶は消えないという2人。そうした中でも作品展を通し発信したい思いは、前に向けてこうやって頑張って活動できてるってことをすごくお伝えしたくて、いろんな方とお話できたらいいなと思ってます。
まあ、福島に限らずいろんなところで震災があったりとか、そういう中で風化を少しでも止めるとか、心とか気持ちとか寄せていただける場になったらいいかなと思います。